はい、望月凛です。今回は投資家兼実業家である与沢翼さんと漫画家の山田ひとつきさんの書かれたお金に愛される新投資術を解説していきます。この本は一言で言うとお金を稼いで理想の未来をつかむ大切さを教えてくれる本だ。理想の未来か。そういえば俺も昔はいつか大金持ちになって世界中を旅しながら生活したいなんて大きな夢を見ていたこともありましたね。でもそういう大きな夢を叶えられるのは才能のあるやつだけで、俺みたいな凡人は無理ってことが分かって今ではちゃんと現実を見るようにしています。そうか。それでお前は幸せなのか。え、あ、はい、まあ人並みの生活はできていますし、そこそこ満足していますよ。あとは彼女を作って結婚をしてマイホームを買って穏やかな一生を送ることができればもう十分に幸せですね。うん、お前が心の底からその夢を叶えたいと思っているのなら私はこれ以上何も言うことはない。だがそれがお前が勝手に決めた幸せの天井だとしたら話は別だ。幸せの天井？ああ、要は本当は叶えたい夢があるにもかかわらず才能がないことを言い訳にして手が届きそうな夢や目標で妥協していないかと聞いているんだ。ぐぬぬ、確かにそう言われれば自分の手が届きそうな夢で妥協していますね。うん、本書では自分には無理だと思って諦めていた夢を叶える方法が分かりやすく解説されている。今回の授業を受ければそんな夢の叶え方を知ることで人生にリベンジする覚悟を持つことができるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目はお金こそ人生を取り戻す唯一の武器だな。諦めていた夢を叶える唯一の方法、それがお金を稼ぐことだ。やっぱりお金か。俺も大金持ちになってタワーマンションの最上階に住んで高級車を乗り回して女の子にモテて。うん、確かにお金さえあればブランド品だって高級な腕時計だって買いたいものをたくさん買うことができるし、どこにでも好きな場所に住むことができる。だがそんなものはお金でできることのおまけの要素でしかない。お金の本当の力は人生の時間を取り戻すことができる点にあるんだ。人生の時間を取り戻す？ああ、多くの人は大学を卒業したら就職して定年まで働くことになる。日々アクセクと働いて生活を維持するだけで精一杯だ。そうやってたった月数十万円というお金と引き換えに自分の人生そのものである時間を切り売りしているんだ。そうか、俺は人生を切り売りしてお金を稼いでいるのか。確かにそう考えたら恐ろしいですね。ああ、だから多くの人は時間がないと言いながら自分の本当の夢を叶えられないまま生涯を終えるわけだ。だがお金さえあれば人生の時間を取り戻すことができる。自分の大切な人と過ごす時間や本当に好きなことだけに専念できる時間を安売りしなくて済むんだ。なるほどな。つまりだ、お金とは単に欲しいものを買うための道具ではない。お金とは自分の人生の残りの時間を取り戻す唯一の武器なんだ。次は稼ぐのが先、遊びは後だな。お金を稼ぎ、守り、増やしていくことはお前が思っているよりも何倍も何十倍も難しい。だから著者の与沢さんは約80億もの資産を築いた後でもお金の研究を続けているんだ。どれだけ稼いでも現状に満足できず日々努力しているんですね。ああ、そんな与沢さんが常に意識していることが稼ぐのが先、遊びは後だということだ。稼ぐのが先、遊びは後？ああ、まずはお金を稼いで周囲も認める結果を残してから存分に遊べばいいという考え方だな。お金がない上結果も残していないのに遊びに走ってしまうことなど言語道断だ。遊びに行く暇があるんだったらその時間をもっと今より稼ぐための勉強の時間に充てることだな。ぐぬぬ、でも俺仕事が忙しくて残業まみれなので全然遊びに行けてないですよ。遊びの時間を削って勉強の時間に充てるというのはわかりますけど、俺みたいにそもそも時間がない人はどうすればいいんですか？うん、私に言わせれば時間がないというのはただの言い訳だな。はぁ？いいか、時間は捻出しようとすれば
大抵の場合いくらでも捻出できるものだ。例えば無駄な飲み会を断れば時間は浮くし、仕事の昼休みだって20分でご飯を済ませれば残りの40分は勉強に使うことができる。通勤時間でも家事をしながらでもオーディオブックや YouTube の聞き流して勉強することだってできるし、防水の Kindle Paper White を使えばお風呂で読書もできる。確かに。そう考えればどんなに忙しいと感じていても1時間ぐらいは時間を捻出できそうですね。ああ、30分でも1時間でも毎日繰り返していればそれは習慣となり、10年後に大きな差となっているはずだ。とにかく徹底的に無駄な時間を断捨離して結果を残すまでは稼ぐことに焦点を当ててくれ。次は悩むことは時間の無駄だな。もう一つ、与沢さんが徹底的に無駄を断捨離するために意識していることがある。それは悩まないことだ。悩まないか。ああ、お前にも経験があると思うが、悩んだからといっていい結果が出るとは限らない。例えば高校生の頃、志望校を決めるためにいくつも大学をリサーチしてどこに出願するかめちゃくちゃ悩んだことがある人は多いはずだ。懐かしいな。俺もセンター試験の自己採点とにらめっこしながら出願ギリギリまで悩みましたよ。うん、だがどんなに悩んだとしても正解がわからない以上どちらに進んでいいのかはっきりとすることはない。 A 校は魅力的だけど点数が足りるかわからない、 B 校なら入れるかもしれないけどやっぱり A 校に行きたいというふうにな。だったらさっさと直感で思い切って志望校を決断して残った時間で勉強した方がはるかに効率的だと思わないか？確かに。でも直感で選んで失敗したらどうするんですか？誤った選択をして後悔したら嫌じゃないですか？うん、確かに最初は選択に失敗するかもしれない。だがそれも成長のためには必要な過程だ。与沢さんは失敗と反省を繰り返すことで決断の質が上がり、次第に正しい判断が短時間で多く下せるようになると言っている。正解なんて蓋を開けるまで誰にもわからないんだから、とにかく悩む時間を減らしてたくさんの時間を勉強に費やすことだ。次はゴールをはっきりさせるだな。自分はいつまでにこうなっていたいというゴールや理想の世界観をはっきりさせることで今自分が置かれている現実との差が明確になる。10回、20回、30回と理想のゴールの状態を上塗りすればするほどその思いは強くなりモチベーションも上がっていくはずだ。自分の理想か。正直将来のことなんて真面目に考えたことがないからよくわからないんですよね。そうか、それなら本屋に行くことがおすすめだ。え、本屋？夢の見つけ方みたいなテーマの自己啓発本を買えばいいんですか？いや、お前が向かうべきなのは自己啓発本コーナーではなく雑誌コーナーだ。例えば高級マンションや豪邸ばかりが載っている住宅雑誌やおしゃれな飲食店や旅行先が載っている情報誌などには多くの人が行ってみたいなと思う場所や買ってみたいなと思うものが写真でたくさん載っている。そういう雑誌の中から自分が心から欲しいと思うものを見つけてそれを手に入れることをゴールにすればいい。フランスの美しい風景に見とれたならフランスに移住することをゴールにすればいいし、ニューヨークのタワマンに住みたいと思ったらそれをゴールにすればいいんだ。いいですね。その方法ならゴールが見つかりそうですね。ああ、ここで一つだけ注意しないといけないことは、挑戦する前に自分には無理だと諦めないことだな。失敗した時のことを考えて躊躇すれば逃げ癖がついてお前は目標から逃げ続ける人生になってしまう。逃げの人生になる前にまずは行動あるのみだ。次は株は小さく始めて大きく増やすだな。ここまでは将来のゴールを明確にし時間を徹底的に捻出する方法について解説してきた。ここからは10年後に理想の未来を実現させるために捻出した時間を何に使うべきかについて解説していこう。待っていました。本書でおすすめされている時間の使い方、それは株式投資に時間を使うことだな。株ですか。俺も株で一発ドカンと大儲けして頭のてっぺんからつま先まで全身ビトンで固めて銀座の目抜き通りを威嚇しながら歩きたいです。で、証券口座は開設しているのか？いや、それはもうちょっと準備してからというか、そのそうか、ならさっさと開いてしまった方がいいぞ。そうやっていつまでも後回しにするやつはたらればばかりで一生やらないからな。でも俺はまだ貯金できていないんで、もうちょっとまとまったお金ができてからの方がいいんじゃないですか？
いや、そんなことは全くない。なぜなら株は小さく始めて大きく育てるのが鉄則だからだ。小さく始めて大きく育てる？ああ、本書で与沢さんは株というものは小さな失敗を100、200と積み上げて次第に上達していくものだと言っている。投資初心者はよく最初から大きなお金を投資に回すというミスを犯してしまうが、これは恋愛経験も大してないくせに一目惚れした見ず知らずの女に大金をつぎ込んでしまうのと同じように危険なことだ。そして最初に大きくつまずくと、それがトラウマになって後に続かなくなってしまう。だから投資に回すお金は少額から、特になくなっても困ることはない金額を投資することが鉄則だ。次は、株は人を成長させる、だな。株式投資をやるべき理由は、儲けられるということだけではない。株を始めると、嫌でも社会の仕組みに関心を持つようになるから、本業のパフォーマンスも上がるんだ。本当ですか？ああ、本当だ。どこかの個別企業に投資をする場合、投資先の企業についてしっかりと分析することになる。そして、そこで得た知識は、本業で活かすことだってできるんだ。例えば投資先の企業が成功している理由を調べて、それを自分の業務に取り入れることで営業成績が上がることだってあるし、会社の失敗事例を反面教師とし、その教訓を生かして出世競争に勝ち残ることだってあるだろう。つまり株を通じて学んだことを本業で生かすことで仕事の質が向上していく可能性が非常に高いんだ。確かに。それで失敗したとしても、投資したお金はなくなっても困ることはないお金の範囲だから、安い授業料と考えることもできますしね。その通りだ。そして株式投資の経験が役立つのは仕事だけではない。本書では株式投資は一見無関係に見える恋愛や結婚生活すらも改善できる可能性を含んでいると書かれているな。恋愛？マジですか？あそこんとこもうちょっと詳しく教えてください。ああ、教えるから少し落ち着け。株式投資では誰も予測できないような事態がしばしば起こる。予想以上に大儲けすることだってあるし、失敗することだって多々あると思う。そしてその都度一喜一憂していたのでは心臓が持たないだろう。好きな子に LINE でアタックして返信が来るか来ないかドキドキしてキュンキュンする感じと一緒ですね。うん。だがそれでも株を続けていれば、だんだんと多少のことで動じなくなるくらいの冷静さを養うことができ、それが日常生活にも役立つというわけだな。多少のことでも動じない冷静さ、よし、今から証券口座開設してきます。次は、自分の目的に応じて投資方法を選ぶ、だな。ここまで株式投資を始める魅力について解説してきたが、中にはどうしても勉強や調査に十分な時間が割けないという人もいるだろう。そんな人におすすめなのがインデックスファンドを使うという選択肢だな。インデックスファンド？何ですかそれ？インデックスファンドとは一言で言うと、いろいろな株の詰め合わせパックのようなものだな。本書はインデックスファンドについての本ではないので詳しいことは割愛するが、個別株投資よりもリスクが低い上、調査や勉強に使う時間が少なく、手間をかけずに運用できる点がメリットだな。あと売買の手数料も安いぞ。なるほど。時間や手間をかけたくない人におすすめなのがインデックスファンドなんですね。ああ、小さいリスクで着実にお金を増やしていく方法とも言えるな。一方で、与沢さんがおすすめしている個別株投資は、ある程度のリスクを取って大きなリターンを得るための投資方法だ。もちろん失敗すれば投資したお金が全額なくなることだってあるが、その分、大きく儲けることもできる。あとは、個別企業について勉強する必要があるので、さっき説明したように、勉強した知識を本業や日常生活に応用することだってできるぞ。リンさん、着実にお金を増やしたいけど、企業についても勉強したいって時はどうすればいいんでしょう？あくまで個人的な意見だが、両方やってしまえばいいと思うぞ。インデックス投資で手堅く資産形成をしながら、余ったお金で個別株に投資して株式市場の勉強をするというのももちろんありだ。万人にフィットするような投資スタイルはない。だからこそ自分が最終的になりたい理想から逆算してそこに近づけるような投資方法を選ぶといい。最後は、3週間だけ全力で株と向き合う、だな。もしお前が個別株投資を通じて株について勉強したいというなら、今から説明する3週間をぜひ実践してみてほしい。たった3週間でいいから、遊びは後回しにして、とにかく本業以外の時間を全て株式投資の勉強に捧げるんだ。了解です。まず1週目は株式投資についての全体像を把握するんだ。初心者向けの本を1冊買って株価の値動きの仕組みや専門用語について勉強するんだな。あと
まだ証券口座を開いていないんだったら、このタイミングで開設することだ。さっき申し込みしてみたんですけど、結構簡単に口座開設の申し込みってできるもんなんですね。ああ、マイナンバーカードと免許証さえあればほんの10分くらいで申し込みできるぞ。2週目にするべきことは、とにかく情報収集して気になる銘柄を100社集めることだ。この際、決算書の読み方やチャートの読み方も覚えるといいぞ。決算書とか堅苦しい言葉ばっかりで難しそうですね。あ、でも頑張ってやってみます。うん、いい心意気だ。そして3週目は、集めた100社を時間の許す限り比較検討し、投資する企業を1社に絞ることだ。その1社に投資する自分なりの理由を見つけ、それを自分の言葉で説明できるようにするんだ。わかりました。ということは、どの企業に投資するというよりかは、なぜその企業に投資するのかということが重要なんですね。うん、その通りだ。行動心理学の研究では、人は新しい習慣を身につけようと思った時に3週間続くならば、その習慣は定着しうるという目安がある。株や投資、お金の勉強に終わりはない。だがこの3週間を乗り越えることができたなら、お前はきっとこの先も勉強を継続することができるだろう。まとめだな。お金こそ人生を取り戻す唯一の武器。稼ぐのが先、遊びは後、悩むことは時間の無駄。ゴールをはっきりさせる。株は小さく始めて大きく増やす。株は人を成長させる。自分の目的に応じて投資方法を選ぶ。3週間だけ全力で株と向き合う。だな。勉強になりました。それはよかった。株に対して全力で向き合って勉強すれば、意識も世の中の見方も大きく変わることになる。普段何気なく使っているものやサービスでも、どこかにそれを生み出している企業があることに気づき、社会全体の企業活動に興味が出てくるんだ。会社員として働いているにしろ、副業をするにしろ、起業するにしろ、お金の流れや企業の仕組み、世の中のビジネスがどう成り立っているのかを知ることには大きな価値がある。これからビジネスやお金、投資について勉強したいと思っている人は、座学だけでなく、未然に起き切って個別株に投資してみることをおすすめするぞ。よし、俺もまずは無駄な時間がないかチェックしてみて、その時間を勉強の時間に充てることから始めてみたいと思います。うん、また本書ではもっと具体的に個別株投資で資産を築く方法についても解説されている。個別株投資に興味がある人や、もっと株について勉強したい人は、ぜひ本書を一読してみてほしい。きっと新たな発見があるはずだ。それでは今日の授業は終わりだな。ありがとうございました。